ません。ありがとうございます。お客さんが1万2000人本当に集まってくれるのかどうか、それがずっと不安だったんで、チェンが冗談でじゃあ横浜アリーナだなとか言ってたから、もう場所聞くまではもう本当に横浜アリーナとか絶対やめろよ絶対やめろよって移動車の中で半年間言い続けて、オールナイトニッポンやった時にそこで発表、会場はドゥルルルダン横浜アリーナ、ふざけるなと。でも押すな押すなで押された人だから、横浜アリーナやだやだって言ったら横浜アリーナなんじゃないか。これだけのメンバーが揃いましたけど、まあ、出川さんの人望かなと思うんですけども、そのあたりいかがですか。いや、それは本当にありがたいとかし言いようがないんですけれども、その本当にこのイベントに関しては、僕が誰呼んでくれとか全くなくて、事務所関係なく来てくれたりとか、マサキのみんなも本当も仲間、マサキのオールスターズが本当集まる、ぐらいだったんで、それは嬉しいですね。それはもう狙った人望じゃないので、日頃の僕の人望をじゃないですかね。はい、何言ってんの。いや狙った人望じゃないのよ。今日の出川さん の背中見てどう感じましたか。私熱湯風呂のところで白い雲のようにを皆さんで歌ったじゃないですか、裸の男たちが。背中がね、みんな歌ってる、なんか気づいたら泣いちゃって、なんかね、とても美しいものをいっぱい見せていただいた感じですね。出川さんがみんなにこんなに愛されててっていうのが、もう始まる前から私何回も泣いてるんですけど、今日すごい幸せだなって思います。じゃあなんで今喋りながらまた涙ぐみ始めてるの。あ、これはドライアイです。あ、ドライアイ。今泣いてます。泣いてない。見直しが泣いてない。ごめんなさい、ごめんなさい。今日か、あと初めてお笑いウルトラクイズで優勝させてもらった時、やっぱ番組で僕こうやって仕事をいただけるようになって、番組で次の日街歩いてると、あでがでがって指させてもらえるようになったんで、 あとドリームマッチで優勝させてもらった時と、 あとハードめっちゃ出てきた。今3つ言いましたね。プレミア感がなくなるんだ。一番唯一僕ができなかったのは、サメとチューをするっていう、ボートのヘリ、サメがガーンって噛んでるところを僕が近づいてチューをするっていうんだけど、本当にこれがサメだとするとこの辺まで行けたんだけど、最後つけるとこまでできなくて、僕の唯一の NG 出したところです。本当にできなくてごめんなさいって言ったら、ディレクターが、出川さん、俺にも嫁と子供はいるんですよ、やってくださいって土下座されてんですよ。その人が局のディレクターじゃなくてフリーのディレクターなんですよ。だからその瞬間俺はもうサメよりも一番怖いのはフリーのディレクターだった。気づけたら、ね、気づけたんです。1個勉強になりましたね。本当に辛かったですね、辛かった、はい、僕の夢はもうおじいちゃんになってもネット風呂とかザリガニやって、かわいそうおじいちゃん大丈夫って思われないおじいちゃん、もうおじいちゃんになってもやってバカだねでわって笑ってもらいたいんで、仕事いただける限りはリアクション芸人でいたいですね。